サボテン。
サップじゃねえ。
ちゃナイスピッチです。おいおいおい、ゆるしき泣いてるよ。いや、ほんとゆるしき泣いてます。いや、ほんとしちゃって、すいません、もうね、最近、最近いいって、そういうの。いや、ほんとにほんとしちゃって、はい、ゆるきゆるしき。いや、すいません、すいません。なんか一言、一言、はい、行きます。こっち、こっち、写真、はい、行きます。ナイスピッチャー。よっしゃー、ナイスピッチャー。もう冷静に行こうと思ってたんですけど、ファンの皆さんの歓声が力になりました。それと投げる方、投手陣も踏ん張ってくれていますが、そこに1枚湯浅投手というピースが1枚加わりました。大きな歓声でファンの皆さんにも迎え入れられました。このあたりはいかがでしょうか。いや、まあ、湯浅の登場で流れが変わったと思ってますし、その時の歓声が今日の勝利を呼んでくれたと思ってます。明日もチーム一丸頑張りますので、ファンの皆さんも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。お願いいたします。これから本日のヒーロー、これからのヒーロー、今日はいいです。まさナイスヒーローです。ありがとう。ナイスヒーロー。マイクいや。では始めさせていただきます。お願いします。お願いします。まずはお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。すごい邪魔しかせんや。今日のピッチング振り返っていかがでしたか。そうですね。やっぱ久しぶりでしたし、めちゃくちゃ緊張しましたけど、マウンド上がったら本当に。まあ、抑えるだけだと思う。いつも通り投げれますし、大山さんもインタビューではおっしゃってましたが、湯浅投手が出てきた時のあの歓声でチームの流れが変わったとおっしゃってたんですが、すごい歓声の中でマウンドに上がりましたね。本当に、まあ、出てきた時すごい、まあ、ファンの方の歓声聞こえて、まあ、リリーフかなって鳥肌立ちましたし、やっぱりあの歓声は甲子園ならではだと思うんで、まあ、それを力に変えてマウンドで投げることができたかなと思います。円陣の中に入っていた時、笑顔で皆さんと会話されているのを見て、なんかすごく気合を感じたんですけど、はい、どのような気持ちで皆さんと会話をされてあの一球を投じましたか。本当に、なんていうんですか、まあ、マウンド行く時に、バンドさんがもらう時に結構緊張してて、震えてたんですけど、なんか、みんなお帰りとか、けど、普段通り声かけてくれて、まあ、緊張も和らいだし、まあ、マウンドで、まあ、しっかり自分のボール投げようと思って、しっかり投げ切れたかなと思います。フライが上がった瞬間、大きなガッツポーズも見せましたが、打ち取った瞬間の気持ち、いかがですか。やっぱり本当にあそこまでみんなでつないで、まあそこを抑えれば、まあ、いい流れも来ると思って、自分もマウンド上がってたんで、まあそこを、まあ、どういうな形でもいいからとりあえずゼロで帰ろうと思って投げて1球で、まあ、抑えて、まあ、しっかり、まあ、自分の、まあ、何ですか、持っている力をあそこでは出せたんじゃないかなと思います。岡田監督が最後のインタビューで、はい、明日からは湯浅投手もまあ普通にいけるだろうというお言葉を発されてましたが、はい、明日からの意気込み、最後にお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、本当にシーズン中に全然力になれなかったので、まあ、少しでもこの日本シリーズで力になれるように準備はしてきたので、まあ、そこは何ですかね、今日も同様ですけど、明日からもしっかり準備して少しでも力になれるように頑張ります。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。邪魔やな。栗里さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスピッチングです。音声さんとか大変やね。あ、こけた人。やめて。おっさんね。いただきます。ほっといて。あ、すみません。ブサイク。お前もな。もうええって。あ、一球だけ投げてきてや。もうええって。ほっといて。あっち行け。あっち行け。あっち行け。驚い、めっちゃブサイク。お前もな。